ロジェクト K。 クト K こんにちは、キロアです。今回はですね、こちらです。唐津玉川第10レース以降、13の134の134です。僕もう分かっちゃいましたよ。いつもイン逃げが来やすいからといって、いつもイン逃げだけ狙っていたこの第10レース以降、ちょっといじくるだけでどでかいところも見逃さない買い目、それがこちら4点ベリースペシャルな買い目となっております。134ボックスにしてしまうとですね、6点になって、それだとちょっと多いんですよ。しかも10レース以降は外枠勢頭の可能性というのは低いと思いますので、これでいいんです。これがベリースペシャルなんです。134、143で確実なところも拾っていきますからの314でタイって感じです。どうぞご覧ください。唐津2日目でございます。まあ134、143がございますので、来ますでしょ。しかも高い、134、143でも高い。5コースに5号艇の木下大輔です。3着以上が欲しいところ。さあどうなる、3号艇頭が高いですけども、どうする。大活躍、すでに安全圏は6号艇内田圭、1番北番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。1コースから5コースまで揃って好スタートになりました。出ていくのは1番と2番で1番の旋回です。逃げる1号艇の広島を待つ2号艇深川、まくり出しは3号艇古川、さらに内側5号艇の木下、5番、2番、3番とトップ争いです。スタートは前提正常でした。直線コース一定心、前に出るのは2号艇深川、追走する5番、3番、これから2番の旋回です。まずはトップ2号艇の深川が先前に出る、握って続く3号艇の古川も届きません。先頭は2号艇の深川慎治、2番手が3号艇の古川、その内側から5号艇の木下が粘っています。5号艇の加藤啓太です。奇跡のどれか毎週出ないかな。300枚台ですからね、3号艇341、あ、314は150枚台。やばいことになります。そんなのが来たらやばいことになります。でもそのワンチャンを、ワンチャンも狙えるという、そんな回路でございます。134、143も抑えてるけど、ワンチャンも狙えるという、どうなる？どうなる？134、143、143めちゃくちゃ人気のところです。9倍台。はい、来ました、来ますよ、これ来ますよ。134 9.1倍、これはね、来ました。6号艇2号艇、大丈夫。134、うん、めちゃくちゃ人気なので、はい、来た、 9.1倍、いいですよ、いいですよ。とりあえずの坊主は免れました。大丈夫だよ。136はちなみに30.2倍、30.2倍。134は 9.1倍、つまりその可能性が高いということ、つまり来たということ、的中したということ。はい、的中。24倍を超えないといけないので、プラスまで半分にも満たない感じですけど、まだ大丈夫。玉川も控えております。で、最長341の最長341が出てください。せっかくね、こうやって広げているので4通りまで。はい、来た。はい、よっちゃん、余裕のよっちゃん、ありがとうございます。いや、この回目結構面白くないですか。インディゲモンは抑えて、坊主を抑えつつ、ワンチャンも狙っているという、ワンチャンの方が来たらもうやばいことになりますので、一発でね、1号艇、
できっちり逃げた1号艇秋山がすでに水を開けています。ラジレス以降1本はどでかいのが出ることも全然あると思いますので、それは300倍台だったりあると思うので、そこにドンピシャでもし当たったならなんてところも狙いつつ、この4点外なかなか面白いのではないでしょうか。玉川へ続きます。玉川は最終日でございます。こちらは134143でも高いです。3号艇頭はなかなか人気だったりします。でも高い、来たらどでかい。さすがベリースペシャル高い目でございます。これはですね、誰が人気なんだろう。人気が割れていて1号艇頭で来ても高い。1号艇2号艇3号艇4号艇全部なんかまんべんなく人気、そんな感じでございます。2号艇がちょっと頭出ています。それを1号艇がうまく抑えれば3号艇がチャンスです。どうする。はい、来た。はいはいはい、4号艇が来ていただければ。はい、とりあえずまだ半分にも届いていないので、って感じなんですけども、あとは4番山崎、3番渡辺、この辺り先頭は1番の山口から折り返し、2番の前澤は一応さ1番の山口がここでリードを作ってレース、これから2周目です。この後ろ2番の前澤、リードの方は二停止、3番の渡辺と4番の山崎が競り合いながら追っています。マジか。1マーク、3番手は3号手の渡辺が旋回し、4番の山崎が内を通ろうとしています。マジか。これね、124、18.6倍なんですけども、これ124、1番人気かもしれない。1番人気で 18.6 倍かもしれない。4号手の山崎です。4番山崎、外になって迎えた22マークです。3号手の渡辺に対し、4番の山崎が握り込んでいた体形3対3に分かれて、2つ目の選抜戦、11レース。頼む、最強、最強1。2番戸塚や4番武田、その他3番川のあたりまで、インから並びは123、そして456です。123、124が極端に人気です。怖い、2号艇が怖い。12が怖い。2番の戸塚は刺していく。あ、また来た。2号艇遅れました。はい、はい、的中。11.5倍、でかいよ、でかいです、でかいです、めちゃくちゃでかい。一応さん、13.9倍。来たよ。さっきの何倍でしたっけ。さっきの 9.1倍。締めでございます。一応3でお願いします。ちょっと待って、プラスに届かない。頑張れ、13.9倍。プラスに届かない。まあほぼプラ、ほぼプラマイゼロに近づけるという感じで、わーわーわー。はい、的中。大丈夫だよ、絶対大丈夫だよ。もうスタートの段階で2号、わー入ってきちゅう。2号艇が遅れた時点で的中は確信しました。はい、来た。入った。最後打ちを一つき。はい、ラストでございます。玉川優勝戦です。三号艇頭お願いいたします。3-1-4、満州には届きません。どちらも。でもくればどれかいです。どれかいことになります。頼め、奇跡を来てくれ、頼みたい。3号艇ナイスタート、いいですよ、ナイスタートですよ。2号艇も出てる、2号艇よりも出てるということはまくり立ってきた、入った、ペダル、あるよ、1着取ったらあるよ、1着取ってありますよ。4号艇次第、あとは
3号できた、3号できた。2番の古澤と1番の馬場が僅差追走。一周にマークです。先頭は3番の大池。やめたい、やめたい、どうだめ、ちょっと待って。ただ1番の馬場もねえ、3人は高いのよ、3人満州なのよ、3人は全部満州ですよ。ということはどうなる、4号艇が2号艇を抑えていけば、抜け切って2番の古澤が2番手、そしてこの後方で4番の古澤、うわこれマジめっちゃ欲しいじゃないですかこれ。船と船をここは重ねての3番タラスとなっていまして、後方は5番の古澤と6番前田、3人はマジなんですよ。だってマジっすかね、マジっすか。4番の福来はたまらず外へと、こんなことある、最終周回へと移っていきました。上位の体勢はこんなことないよ、しかも優勝戦ですよ。最後の第一ターンマークまでやってまいりました。先頭から3号艇大池、2号艇古澤、そして1号艇の馬場と回って最終バックへと抜けております。マジっすか。3号艇の大池祐樹、今年5度目の優勝が近づいてきています。めっちゃ惜しいじゃないですか。5年半ぶりの優勝、そして通算当たったようなもんじゃないですかこれ。シリーズ制覇へとひた走ります。ラストコーナーをもう当たったようなもん、先に折り返してまいりました。まくり差し冴えました。大池から当たりでいいじゃないのよもうこれ。まずは先頭3番の大池、優勝の五輪、2番の古澤五輪、1番の馬場五輪です。後方4番福来、5番福島。はい、次回ガチ勝負です。バックガチしに行きます。で今回これでやります。ありがとうございました、ありがとうございます。